いつも英語でご覧いただきましょう。このチャンネルでは、ねいうはういえー、ネジが何十日か。英語言うので、えー、何と言っているか、それはどういう意味か、お答えください。えー、じゃあ行きましょう。Are、you guys ready?They've been around since forever。長かったので、ゆっくりもう一回行きます。They've been around since forever。 何と言っているでしょうそしてどういう意味でしょう ?2 秒考えてください。OK。では答えです。答えは、They've been around since forever と言ってました。OK They。They've、えー、彼らですね。Ben e around、もういる。その辺にいる。Since forever、大昔から。という意味です。 で、どういう時によく使うかっていうと、この場合の they はお店とかを指すによく使うんですよ。あのレストランとか、あの駄菓子屋さんとか。なんとかく they って言うんですよ、まあ。いっぱいでやってることが多いので。で、完全に一人でやってるってことはあんまないですよね。ラーメン屋さんとかも大体二人でやってますよね。だからまあ they って大体言います。一人でやって、本当に完全に一人でやってた,やってたら、he とか she ですかね、やっぱり。Okay? でも大体まあ they って言います。 They've been around.B が、まあ、B around その辺にいるっていう意味で使う表現です。So,、uh, they've been around もうずっとあのお店やってるんだよね。まあ、この辺にいるのは当たり前です、お店があるから。なのでずっとやってるんだよねっていう感じで使ったりします。Okay?So, they've been around.Since forever が、だたい since five years ago とか言うじゃないですか。5年前からとか。Since forever forever って一生って意味ですね。 こう未来の話なんですけども、since forever. いつからっていうので、since、uh, forever 使ったりもしますで。そうすると、もうずっと前からとか、ずっと昔から、大昔からみたいな言い方をします。使い方になります。で結構よく使いますよ。あのもう自分が小さい頃からみたいなイメージで使うことが多いですね。Okay? であの前、本当に英語をし始めた頃にいた、どっかの英語スクールで教えた、あ、ハウディ・ハウディか、社長が夜逃げしたところですね。で教えた時に、 センスフォー e v e ルって言ってもう大昔からずっと昔からってう意味で使うんですよって言ってある生徒さんが結構あのなんかわかんないけど結構強い感じでガツガツくる生徒さんだったんですけども「じゃ先生はまだ二十いくつだから使えないじゃないですか」とか言ってくるんですよね。いやそういうことじゃねえよと思ったんですけどもまあ,あのそこはやっぱり、えー、そういうふうには言わないですね。言わないで「いやそんなことないですよ。あのあのそういうんじゃなくてその強調の表現ですからあくまでもね」って言って。 えー、伝えたわけなんですけどもあのなのでこうあまりこう文字通りに受け取らないでください大昔はもう誰も使えないですかね恐竜がいいところとかになっちゃうからそんとこがいたのかお前とか思っちゃうじゃないですかなので、えー、とそういうことじゃなくてもう自分が小さい頃とか自分が学生の頃とかなんかそんな感じで使うのでそんなにこうなんか本格的に、えー、文字通り受け取らないでください OK? Alright, so、uh, 発音いきましょう They They They've been around uh, around, uh, around They've been around Chanta angle to that stick with the so since since Forever Forever V uh uh Forever Forever Forever, forever. Okay? Been around a r o u n ーになりますね。they've been around since forever ちょっとポイント多いです。で、イヴベ n アランド、セ e スフ r レーバー。たくさんあるんですけども、えー、例えばこれちゃんと文法、あ、文法じゃない、ちゃんと発音練習、僕の言った通りやってたら、<laughs> えっと、V とか O もうだいぶできるようになっていて、ER もだいぶできるようになっていて、a もだいぶできるようになっているから、あ、ちゃんと they've, they've で,で今まで言っちゃって they've でちゃんと気をつけようと1カ所くらいで済むんですけども、今まで僕の発音、言ったら発音でちゃんとやってない人は、えっ、ー、と、結局、今回も3つ、4つ気にしながら発音して、ああ、できないやとか言うんですよね。やればいいのにと思って思っちゃうわけですよ。だから、えー、ちゃんとやってください。そうすると、こう、たくさん出てきた時にも、 もう全部無意識にできるけど最初の t h e y だけちゃんと意識してやらないとっていう感じになるんですが、後々楽なんですよ。だから僕はいつもあのふざけて発音練習させてますけどもやっているうちに何かじゃなきゃ身についていくわけですよ。Okay? なので、えー、とりあえずあのなんていうんですかね、えー、つべくば言わずに僕言ったとにしてください。OK? okay? じゃあ、えー、もう3回言うので一緒に言いましょう。They've been around since forever They've been around since forever.Okay, ve forever. very good. いいですね。で実際にあの僕が言ったとおりずっとやってた生徒さん、まあ、普通に英会話教室いっぱいいるんですけど、えー、やってた生徒さんとかってこういう新しい表現に出てくるじゃないですか。その時に例えば、えーと、But I は But I で、ラ行でつながるんですよ。But I。 でそれ言わなくてももうやってますからね。but I 見た瞬間にもバライなんですその人にとっては。but I とか絶対言わないんですよ。もうバライなんですね。だからそこ別に強調しなくても、バライって普通にバライって返ってくるんですよ。こう長い文があって、えー、じゃあリピートしてくださいって言うと、勝手に,勝手にできてるんですよ。で、それなんでかっていうと、僕は何度も何度も言って、何度も何度もあっちは言われて、何度も何度も言ってるから、もうそれが癖になってるんで、 発音なんかやってれば癖になってて適当に覚えていくんでとりあえず適当にやってくださいオッケー。Okay? Alright, so thank you very much for watching and I'll see you in my next video lesson OK? Take care guys, bye!